ファンタジークシーシリーズは、スクウェア・エニックスが運営をしている、オンラインゲームファイナルファンタジークシー内での話などを、元にして書かれた小説である。作者、長谷川雅、イラスト、金田坂江であり、エンターブレイン社のファミ通文庫から発売をしている。ファイナルファンタジークシーシリーズ内で行われたイベントや、ミッションクエストなどを元にして描かれている小説。作品の性質上、 実際にプレイをしていないと理解できない文言が多い。発売ペースは年に4冊ほどである。イラスト担当は基本的に金田栄治だが25、30巻は皆川文夫が担当しており29巻では金田、皆川渦が担当している。ダグとリン編、アルトイリス編、ネリーとバーシャ編に分かれているため3つの項目とする。また、 それぞれ物語の中で登場をしたミッションやクエストは、それぞれの項目として扱う。サンドリア、カザムバストゥーク、ラバオサンドリア氷河過去アルタナ関連書籍バストゥーク、サンドリアサンドリアマイナスウィンダスジュノ、セルビナジュノジュノヒクサンドリアサンドリアタブナジア、群島アトルガン広告編サンドリアマイナスアトルガン、広告編関連書籍、アトルガン広告関連書籍場などおり、 ドットコムとのコラボレーションによる作品でシリーズものである。差し絵の担当として、皆川文夫が担当をしている。関連書籍、ファイナルファンタジークシーゲーム内のウィンダス連邦所属の冒険者たちが受領するミッションをノベライズしたもの。皆川文夫が差し絵を担当している。関連書籍先のと同じ理由で、いくつかの分類をした項目とする。ただし、実際に、 FFXC 内に出ている人物は除く。グラントやプロンプタケエンターブレイン社より、発行されている期間のムックのコミック誌、コミックバナ通り総関時から、掲載開始されている作品であり、原作である、ライトノベル版、ファイナルファンタジー XC 祈りの風をもとに、連載された。最終話は、単行本で書き下ろされた。ありがとうございます。